衝撃の離婚劇から11日、プロスケーターの羽生結弦にようやく笑顔が戻ってきた。11月28日、仙台市とゼビオホールディングスは、仙台市内にアイススケートリンクを開設することで合意、協定を締結した。同市出身の羽生結弦にとって、まさに刑事だった。羽生結弦は動画メッセージを寄せ、仙台での新たなスケートリンクの第一歩が踏み出されました。自分と同じように、この街でフィギュアをやりたいと思う次の世代が一人でも多く生まれることを期待しています、と笑顔で話した。羽生結弦にとって、ここ数日は耐え忍ぶ日々だったのだろう。11月17日に、元バイオリニストの A さんとの離婚を報告。結婚を発表してからわずか105日という短期間に加え、羽生結弦が明かした離婚理由が、様々なメディア媒体の許可なき取材や誹謗中傷やストーカー行為に対して相手と自分を守り続けることができないというもので物議を醸した。羽生結弦さんの悲痛な叫びに多くのファンがマスコミ批判を繰り返し、ストーカーまがいの行動をする一部のファンを非難しました。その一方で、離婚以外に方法はなかったのか、奥さんがかわいそう、といった逆風も吹き始めたのです、スポーツ紙記者。結婚発表以降もアイスショーや毎晩深夜のスケートリンクでの練習の帯同は、両親と姉だけ。A さんが、母親をはじめとする羽生結弦の家族とうまくいっていなかったとの報道もあり、離婚の真相についても、取り沙汰され続けている。キミトでも詩人でも、離婚の理由が公表することと異なることは、よくあることです。現在の羽生結弦さんへの逆風は、お相手を守れないため離婚する、という理由に違和感を覚えた人が少なくなかった、ということに起因するのではないでしょうか。離婚理由は様々囁かれていますが、この105日間の結婚生活で、羽生結弦さんサイドにとって予期せぬことが多々起こったことは間違いないと思われます。フィギュアスケート関係者。当初、羽生結弦は A さんを一般の方と説明していた。しかし、A さんの地元紙が、彼女が有名なバイオリニストだったことを実名報道すると、一転、A さんに関する様々な情報が報じられた。お相手が A さんと判明すると、インターネット上に彼女の経歴に関する報道や目撃談が溢れました。その中には、あるメディアが A さんと某大持つミュージシャンの恋愛情報に関して取材していたことや彼女の昔の恋愛話、若い頃のギャル風ファッション姿の写真など、バイオリニストとしての華麗な経歴とともに、過去に関する多くの情報が流れたのです。A さんは結婚前に自身の SNS をすべて削除するなど対策はしていたようですが、羽生結弦さんにとって A さんの恋愛情報なんかは初耳のこともあったでしょう。こういう想定外も離婚の理由の一つではないかと見られています。前出、フィギュアスケート関係者。もちろん結婚後に初めてお相手の過去を知るケースは一般でも少なくはない。要は結婚後に起こったすべてが、羽生結弦にとって許容できるものではなかったということなのかもしれない。食や健康管理を含めた私生活から競技に至るまで、超完璧主義で通してきた羽生結弦さんにとっては、結婚相手の素性が露呈したこと、さらに自分が知らなかった話まで含まれていたことなど、すべてが想定外だったのでしょう。聞いている限り A さんは真面目な方で、所属していた芸能事務所も辞めて表舞台から退くなど、結婚するにあたり、できることはやっていた印象でしたが。ただ、離婚については夫婦が納得しているのであれば、周囲がとやかく言うことではないのかもしれません。前出、フィギュアスケート関係者。この12月初旬は、羽生結弦の住む仙台も、都内も、そして A さんの地元も、総じて冬の到来を告げる厳しい寒さに見舞われる予報である。